中学生の皆さんこんにちは肯定式チューバーです今回の動画は正の数負の数の第3弾情報と情報について解説いたします情報とか情報漢字で書くとこんな感じが情報この漢字が情報っていうふうに言うんですよね情報というのは小学校で掛け算っていうふうに言っていたものそれが中学校になると 情情報報といいうふうにに言言っったたりりりししまますす割算をどっちにしても掛け算と割り算を勉強しようよっていうことには変わりありませんよ。掛け算とか割り算をこれから計算するんだったら結構やれるかもって思ってくださった皆さんその通りです。気をつけなければいけないところが一つだけありますからそこにだけ気をつけて小学校と同じように 掛け算や割り算をビシバシやってみましょう。そこで気をつけなければいけないことというのはどういうことかというと、プラスとプラスを掛け算したら絶対に答えはプラス。マイナスとマイナスを掛け算したら絶対に答えはプラスになる。同符号同士、プラスとプラスは同じ符号だよね。マイナスとマイナスも同じ符号だ。同じ符号同士をかけたら、これはもちろん割っても同じなんだけど、プラスになるって覚えておこう。そして、 イフ号同士のイフ号っていうのは異なる符号ね。プラスとマイナス、異なる符号だよね。イフ号同士の掛け算をしたら絶対に答えはマイナスになる。プラスとマイナスをかけたらマイナス。もちろん、マイナスとプラスをかけてもマイナスになるんだよね。このことをしっかり押さえて、あとは掛け算くくだけ言えれば絶対に答えが出ます。じゃあ、計算だ。プラスの2かけるプラスの5。まず、 プラスとプラスをかければ、プラスになるよね。だから、答えは、プラスの 2×5 で10になる。つまり答えは、プラスの10なんだけど、プラスの時には、このプラスの記号を書かなくてもいいという約束があるから、10とだけ答えればいいわけ。次に、これはどうなるかわかるかなまず、符号の掛け算をしてしまおう。プラスとマイナスをかけると、異符号同士の掛け算だから、マイナスになるよね。3と2をかければ、 だから答えはマイナスの六になるわけ。じゃあ、今度はマイナスの五かけるプラスの七。これは一体いくつになるかわかるかな。マイナスとプラスの掛け算だから、異符号同士の掛け算の答えはマイナス。あとは五かける七の掛け算だ。五七三十五。だから答えはマイナスの三十五になる。じゃあ、これはマイナスの四かけるマイナスの七。マイナスとマイナスをかければ。 プラスだよね。そして4と7をかけてしまえば28。プラスの時にはこのプラスは書かなくてもよかったから28と答えてあげればいい。ところでこの計算式の書き方について少し注意してもいいかな。例えばこの式で注意してみるとカッコを使わないでこんな書き方をしてしまったらこれはいけないんだよね。なぜこれがいけないかというとカッコがあるからマイナスの7と カッコがあるからマイナスの4マイナスの4というものとマイナスの7を掛け算するっていうことが分かりやすいけれどもこうなると一体どういう意味になるか分かりにくいよねそのためにちゃんとカッコをつけて掛け算を書くようにしましょうでは今からここに計算問題書くから書かれたら計算をされてみてくださいさあこの4つ計算してみよう計算中は動画を 一時停止されてくださいね。計算が終わったら、再開をしてください。すぐに答え合わせに入ります。間もなく答え合わせです。1番の答えは8、2番の答えは9、3番の答えはマイナス40、4番の答えはマイナス27。どうかな全問正解できたかな掛け算が分かったところで、今度は割り算、情報について解説をします。情報。 つまり、割り算なんだけど、一番大切なことは、この割り算の記号は実は、掛け算の記号に直せるっていうこと。これがとっても大切なポイントです。4る2これっていくつになるかわかりますかそう。2ですよね。では、4 ×二分の1はこれも2になります。たまたま偶然ではないんですよ。ここに注目をしてください。割り算の記号を掛け算に直すためには、 この2という数字が2分の1になっています。実はこの2を無理やり分数で言うと1分の2でしょこの1分の2を逆数。逆数っていうのは分母と分子の数字を入れ替えちゃうわけ。入れ替えると2分の1になるじゃない。割り算を掛け算にしたら、後ろの2という数字をひっくり返して逆数にしてあげればいい。これが数学のルールなんです。だから例えば、 2 7る3とあったら2 7る3分の1割り算を掛け算に無理やり直して後ろのこの3を逆数にしてあげた答えと一緒になるつまり9になる今のこの考え方を使えば例えば2 5る2分の5っていうのは25をけけるなんて書けばいいそう2分の5をひっくり返すと5分の2だよね割り算を掛け算に変えてこの数字を 上と下ひっくり返してしてまえばいいんだここ、約分してしまえば答えは10になるよね。では、具体的に、情報、割り算について計算をしてみましょう。これプラスこ二割るマイナスのり算をかけ算に直してあげれば、このマイナスの4が逆数になる。つまり、マイナスはそのままで4がひっくり返る。4は無理やり1分の4って言えるから、ひっくり返ると4分の1だよね。 ここで、プラスとマイナスをかけたら、符号は一体何になるそう。マイナスだよね。あとは2と4分の1の計算だ。区分をしてあげれば、答えが出てくる。答えはマイナス2分の1。では今度は、この問題を考えてみよう。まずは、割り算を掛け算に直すと、どうなるかわかるかなマイナスはそのままここに書いてあげて、この7と125がひっくり返っちゃうわけだから、 こんな感じになるよね。次に、マイナスとマイナスを掛け算したら、プラスになる。じゃあ、約分できるところ、あるかなここが約分できるよ。こんな感じで約分だ。すると答えは、プラスの5分の7になることがわかる。だけど、プラスって書かなくてよかったよね。つまり、答えを5分の7と書いてあげれば正解です。では、最後に、こんな問題が出てきたらどうすればいいのか、それを説明するよ。 まずは最初の2つの計算をしてみようマイナスとマイナスの掛け算だからプラスだよね次に2と3をかけてあげてこのマイナスにかけるマイナス3の答えはプラスの6になることがわかるよねそれに後ろにあるマイナスの4をかけるわけだからこの式はこのような形になるわけ次にプラスとマイナスをかけて6と4をかけてあげれば答えが出るそう 答えはマイナスになるよねところで今前の2つを先に計算したけど別に掛け算だから後ろの2つを先に計算しても答えは同じになるんだよね。マイナス3とマイイナナススとの4をかけるとプラスの12でしょプラスの12にマイナスの2をかけるとちゃんとマイナ二2 4になりますよね。では今回最後の問題いくよ。この問題どのようにして計算すればいいだろう 途中に割り算があるよね実は情報のところで最初にポイントを解説した割り算は掛け算に直せる直せるということよりもむしろどんどん積極的に直してあげようするとマイナスの3分の7かけるここどのように書いたらいい何が入るかなそう正解14分の5って書いてあげればいいそして後ろは掛け算だからそのままマイナス5分の1を書いてあげよう するとこの式は全部掛け算になったよね。約分ができるところを探してあげよう。まずはここを見つけた。ここ約分してあげると1と2になるよね。次にここを見つけた。少し動かすよ。ここまででいいかな。まず符号の掛け算を先にしてしまおう。マイナスとプラスの掛け算はマイナスだよね。覚えといて。マイナスとプラスの掛け算はマイナス。そのマイナスにマイナスをかけるから。 5の掛け算はプラスになる次に数字をよく見てみると分子は 1×1×1 だね。だから分子は1だ。分母は 3×2×1 だから答えは、プラスの6分の1と書けるけど、プラスはいらないから6分の1と書けばいいね。今回の授業は、掛け算と割り算。掛け算のことを情報、割り算のことを情報って言うけど、別に掛け算割り算って言っても問題はない。 プラスとプラス、マイナスとマイナスをかけたらプラスになる。同符号同士はプラスだったね。プラスとマイナス、マイナスとプラスをかけたらマイナスになる。このことに気をつけながら教科書や問題集、参考書の問題をいっぱい解いてみよう。するとめちゃめちゃ得意な人になっちゃいますよ。では、お疲れ様でした。これで今回の授業終了します。